月26日、晴れ。こんにちは、ハンナです。先日、佐藤くんが、スースケたちを撮るために、アマゾンで、目線カメラを購入しました。そして、そのカメラが、今日、無事に届きました。佐藤くんは、早速、取り付けてみました。果たして、スースケたちを、無事に撮ることが、できるのでしょうか。スースケが映っています。思っていたよりも綺麗に映っています。目線カメラは魚眼レンズになっているので画面が広く映っています。佐藤くんはスースケと猫じゃらしで遊んでみました。とてもよく撮れています。目線カメラは両手が使えるのでとても便利です。スースケは楽しそうに遊んでいます。その様子をりんちゃんがそばで見ています。りんちゃんもよく撮れています。りんちゃんも猫じゃらしに反応しています。しばらくするとりんちゃんは飽きてしまってどこかへ行ってしまいました。でもスースケは相変わらず猫じゃらしで遊んでいます。りんちゃんが戻ってきました。しばらくの間、二人は仲良く遊んでいました。しばらくすると、スースケは疲れてしまって眠ってしまいました。スースケ、今日もいっぱい遊んでもらってよかったね。明日も遊んでもらえるといいね。じゃあ、今日はここまでです。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。